台湾緑島は1996年1月25日に台湾の独自性の発展、環境保護、世界平和促進を提唱して結成された台湾の環境リベラル左派政党である。社会運動の延長線上にある政党を辞任しており、台湾の政治、社会改革の推進、環境保護、台湾原住民の自治促進を通じた新国家の建設を当然としている。 各国の緑の党と類似したスタンスを取り、生態系の持続可能性、草の根民主主義、社会正義、世界平和の実現といった主張をしている。以下、緑党ト略クス。緑党は全国大会にて直接選挙で選出された中央執行委員会の合議制を採用している。議長は中央執行委員会より選出され、 現在は社ャャラン及び林清高の二人制による運営がなされている。また、決闘当初から、党規約には、党役員と党が公職選挙に擁立する候補者における女性の比率を1、3以上とすると規定され、台湾での女性の政治参加に対する保障の宣弁をつけた。2006年には、党大会で、いずれの性別の候補者も一 産後下回ってはならないと改定された。当名は1996年の決闘時には、緑色本土精神等とされたが、同年5月9日の第1回臨時党大会で、緑党と解消している。決闘後に、リサイクル法案を掲げ13名の候補者を、国民大会選挙に擁立し、ブリンケンから出馬した高毛が、第回国民大会代表として、 唯一当選を果たしている。しかし翌年、高毛ただしは、超久し味の要請で、ウリム県副県庁に就任したことより、在野での政治監視という緑党の原則に違反したとして、除籍処分を受けている。その後も1998年の県、市会議員選挙と同年のトリプル選挙、2001年の立法委員選挙、可憐県庁選、2002年の台北市議選、 2003年のカレン県庁選、2008年の立法委員選挙、2012年の立法委員選挙と候補者を擁立し続けたが、当選者は解無という状態が続いてきた。しかし市民運動に立脚するその政治方針は、選挙で当選者を出していないにもかかわらず、台湾で一定の政治的、社会的影響力を保持している。2014年11月に行われた、 統一地方選挙では9名の候補者を擁立し、当園圏と新築圏で、各1名が当選を果たした。高慮で、生物多様性の尊重、草の根民主主義の実践、社会的平等、世界平和を掲げている。参加型民主主義非暴力社会正義多元性の、尊重性大学的知恵持続可能性出展、緑党第17回中室表議聖員スケ賞。 台湾緑島ホームページ、ありがとうございます。